はい、こんばんは。アキラの現場へようこそ。久しぶりに言霊の実況です。今日はですね、ちょっとガチャをね、回していこうと思うんですよ。というのがですね、こちら、バレンタインステップガチャがですね、ありまして、それとあとね、バレンタインガチャがあります。これがね、残り5時間。今ですね、朝の10時なんですけど、ね、今日のお昼の3時ぐらいまでだったんで、これをね、回していこうと思います。ステップアップガチャは、全部で4ステップありましてですね、詳細見ておきましょうか。バレンタイン召喚2020。星5、ユーズル、星5、金目当てねが、属性が変わってチョコを持ってバレンタイン召喚に新登場。新登場言霊2体は、福5で出現します。初期獲得時は祝福ポイントが4。2体目以降は祝福ポイントが5で獲得できます。今回の召喚はステップ1から4までのステップアップ召喚と、1回召喚、10連召喚を引くことができます。ステップ1は10連召喚を虹の言霊500個で引くことができます。ステップ4は、新星5、バレンタイン言霊が1体以上確定。召喚を引くことに、交換所で、新星5バレンタインコトラマンや、10連バレンタイン召喚2020の実など、交換できる、バレンタインチケット2020のおまけ付き。また、2019年に登場した、星5、高みを結び、や、星5、神を結びも、ピックアップ。ということで、で、このですね、バレンタイン召喚2020のステップ1から4が、1回目の10連が500個、2回目の10連が700個、3回目の10連からは、1000個、4回目の10連も1000個という形で3200個で40連できるんですね。まあ、この時点でまずお得なんだけど、さらにバレンタインチケットがですね、10枚だから40枚もらえて、さらに3回目以降ですね、星5の出現確率がアップで、4回目は星5のバレンタインコトラマン1体以上が確定という形なんで、これね、回していこうと思います。で、さらにですね、バレンタイン召喚2010の方もですね、やってまして、そちらの方も、10回召喚でバレンタインチケット10枚もらえるんで、これをね、今ですね、石が僕11,790個あります、はい、なので3200個でとりあえずステップができるんで、残りが80連かなできるんで、それをやっていこうと思います。で、まずステップ1から、言霊もね、一応ね、毎日ログインをしてね、コツコツとやってます、はい。で、まあ、ほんとね、石が溜まるのがね、ほんと早いんでね、ガチャがね、まあ、回したくて、結構我慢してたんで、ようやく回せます。はい、まあ、虹は出なかったですね。新しいやつ。ほい、ほい、ほい。じゃあ次行きまーす。ね。チケットもついてきますからね。ステップ2の10連目です。さあ、虹色に変わってくれるかな。変わらないと。まあ、この後はね、確定がね、待ってますんでね、これは良しとしましょう。はい、初めてのやつ。私がメスのうち、はい、では次いきまーす。で、ステップ3がですね、星5確率 10%で、ピックアップコトラマの出現率がアップとなってます。ここからは1000ですね。はい、いきまーす。ほい。この辺も確定なんでね。さあ、でも何が出るかですよね。これこそ。色変わらんのかい。虹色なしなんかい。なんていうか、めっちゃしょぼいやんけって話ですね。黄色すら1個しかないっていうね。はい、はい、めっちゃことのみに変わっていくぜ。じゃあ最後40連いきまーす。ここはね、もう虹のことだまんが、今回のイベントのことだまんがね、確定なんで、さあお願いします。赤い月、流れ星。はい、はい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 、はい、虹色が3つありますね。星5が3体いる。溜まったのができた感じだな。さあ、ってことは、かということはですね、紙を結びいきました。おむすびでも食べましょうか。はい、そしてつ、はい、道家の神つるろほ。通はね、結構使えますからね。通とちっこい通と、そして湯も来ましたね。はい、
きました、これがねバレンタインことだまんですね。お姉ちゃんの気持ち受け取ってほしいな。ほい、ありがとうございます。でチケットもたくさんもらったんですけど、その次ですね、バレンタイン召喚2010、こちら普通の10連の方ですね。こちらの方も一応80円回していけるんで、これも回していこうと思います。では行きます。一応ね出たやつね後ほどまたチェックしていきます。お、流れ星、これは色変わるんじゃなかろうか、虹が出るんじゃなかろうか、来るんじゃないでしょうか。はい、来ました、虹確定。はい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 、虹1個出ました。ふふけふふ、はい、まだ持ってないんで全然いるんですよね、この間から始めたばっかりから。ち、おお、超シンデレラ、この子ピックアップですよね。はい、持ってるやつだった。はいはい、じゃあ続いていきます。なんせね、まあ僕まあ始めたばっかっていうのもあるからね、石がめっちゃ溜まっていくんですよね。なので、ことだまんってね、ほんと、育成は楽だし、なんとか、このプレイのスキルの方がね、必要になってくるけれども、始めやすいですよね、ほんと。はい。虹はなしでした。はい。はい。で、次行きまーす。ユーズルもう一回出るかな。お願いします。流れ星が1個落ちましたね。これはあるかも、あるかも、あるのでは。はい、変わった。さあ虹がいくつ出るか。虹1個さあかということは、かぐ土でしたね。はいはい、はい、じゃあどんどん行きましょう。これで40連目かな。さあ演出、あ、来たか。これは虹が来るんじゃなかろうか。虹色でしたね。ゾーン、はい、来た、いい感じいい感じ。まま、まが気になる、まが気になる。はい、満開の傘出ましたね。これ持ってたよね、俺ね。祝福ポイント上昇。はいはいはい、はい、じゃあ50連目いきまーす。これも残り5時間だからね。今日回しとかないとダメだったんでね、ちょっと結構慌てたんですよ。動画撮るタイミングがあるかなと思って。よし、来た、虹。はい、虹が、虹2個出たかな？に、来ました来ました。も。物干し竿。ほい。いいが来た。いいは使いやすいから好きですよ。イザナミ。来ました。イザナミは持ってるもんね。はい、祝福ポイント上昇。はいはいはい、結構やっぱ来てくれますね。この間の仮面ライダーガチャはね全然ダメだったけど、お、流れ星いっぱい落ちたよ。これは期待できますよ、期待できるよ。さあいくつ出るか、いくつ出るかな。虹が、お、2個出ましたね。し、慕ってる姫ですね、はい、これも持ってますね。祝福ポイント上昇か。あ、かぐ土また出ましたね。はい、ほい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 、ではあと20連でね、いきます。だってチケットがね溜まっていくな。チケットも回しとこうか、今日ついでにね。ドン、
お願いします。黄色のまま。はい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 。ラスト10連いきます。お、何の演出もないか。わー、これはダメだな。はい。はい。はい。はーい。まあ、またですね、ことの実もたまったし、チケットももらえたんで、まあまあ、なかなかの結果だったんじゃないかと、勝手に僕は思っています。では、あとは、ショップ交換所の方ですね、行ってみましょうか。バレンタインことだまんゲット。あれ？あ、そっか。先にプレゼントもらわなかったのね。復活受け取りして、バレンタインチケットが120枚もらいましたんで、こちらから変えていこうかな。でも、星5のユーズルが、ちょい不足だね。素材不足なんで、ね、60じゃないとダメなんだね。あと60連。ん？あと60連したらか。さすがちょっと無理なんでね。これはもう普通にチケットの方で、あと、アイテムになんかね、変えとこうかな。あ、10連バレンタインの実が3枚もらえますね。で、これもらっとこっか。2か。2もらって。で、あと、こちらのことの実を。あ、1個しか買えるのか。はい。これで終わったので、こちらから受け取っていきましょう。まず、ことの実1から。うん。おーし。5億ポイントが上がるよね、これは。はい。で、10連バレンタイン召喚が2枚あるんで、こちらを。この後、結果結構回せるもんね。結局、チケットも含めたらね。そして、星5が出ると。さ、搾取。ありがとうございます。はい、はい、はい。新しいの1個と、あと、ことのみでしたね。で、あとチケット10連チケットがもう1枚あったよね、はいはい、さあお願いします。どうかな、これは黄色いね。はい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 、はい、というわけで全部これも琴波に変わったんでいただいておきましょう。はい。というわけでですね、今回新しく来たやつでは、まあ、いくつかあるんだけど、とりあえずこいつらね、秘密の兵糧丸ユーズルということで、ちょっと育成しちゃいましょうか。強化。進化できるなら進化しとこう。素材不足だね。素材が、あ、これが足んないね。まあ、またね、これ改めて、素材集めて、進化させておこうと思います。とりあえずですね、今回のイベントのピックアップの方はですね、ゲットすることができましたんで、そちらの方をまだ使っていこうかなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。